これはやばい、これはやばい。撮れてるかなこれ。皆様こんばんは、キムニです。この買いすぎて今年度もう終わりそうなんだけど、これ今年度はきつねうどんで、で年越した後はたぬきそば、まあ明日ですね、明日もうすぐ明日になろうとしてるんです。明日の夜はそれを食べて食べ比べしようかなと、すごい贅沢なことを思いつきまして見つかってきましたが、あのね、ちょっとお湯入れて待ってる時に電話が来てしまってね、だいぶ時間が経ってしまってちょっと食べてしまったんですよね。でちょっとはい、このグダグダ感で申し訳ない。というわけでこれ3つ用意したんですよ。こっちがまるちゃん、同じ会社だったね、ごつ盛りできつねうどんで、こちらがまるちゃんなんだけど赤いきつねうどんと、でこちらがみょうじんだったっけ、これちょっとまた忘れちゃったなの書いてないからだいぶね時間が経ってしまって伸びてしまってると思うんですけど、あ、これ明星だったかな、なんかすぐ忘れちゃうんだよね。きつねうどん、まあ全部きつねうどんなんだけどね、それを食べ比べしようと思いまして、こっちねだいぶちょっと食べちゃって、なんか電話してる時にこんな感じでございます。こんな感じです。本当はこっちもうちょっと量があるんだけどね、いただきます。もう早めに、あともうちょっとで来年になるんですけども、ね、いただきます。いや、いいですね、こんななんか贅沢なことをできるっていうのは、本当に私はお金があるなと思っている。うん、うめー、うまいわうまい。これとこれが同じ会社だから味はね同じかもしれない。ちょっとどうなんだこれ、大きさだけなんだろうね、まあ、そういうところも調べていきたいけどだいぶ水をお湯を振ってしまった。いただきます。うんうん、うまい、ただただうまい。もうなんか電話してる時目の前にこれがあってさ、すごいお腹空いてる今。まあ味も食感も同じかな、わかんないです。次こっち、3つもだって食べ比べるってやばくないですか、なんかどんだけ買ってんだよお前って感じだよね。しかもこれそばもあるし。いただきます。うんうんうん、これ混ぜてなかったのかな、あんまり味が行き渡ってないかな。ちょっとやっぱり麺が違いますね。こっちはあの横に見えてない、これ見えてない横に太い感じですね。でこちら2つ同じ会社はあの普通に太めですね、あの横にもって感じかな。ちなみに値段的にはあのどれも同じぐらいですね、100円台です。そりゃそうか。これ前年度もしてたかな、なんかしてたようなしてないような、わかんないな。確かにちょっと味がこっち違うわ、あの明神明星明星さんのごめん、これちょっと調べてなかった明星だと思うけど。次お揚げをいただきます。一番でかい、まあでもお揚げも全部同じサイズ、うまっお揚げうまっ、さすがきつねうどんの醍醐味、お揚げさん。いただきます。
うん、うまい。贅沢やな、本当にめっちゃくちゃうまいな。あのね、同じかな、あ、わかんない、本当にどれもうまいっす、どれもうまいっす、これ。情けないことに結果、まあ、どれもうまい、どれもうまいと。で、やっぱりちょっと会社が違うのでね、あの麺はこれ違いましたね。こっちとね、こっちね、ごつもりときつね麺同じだと思いますね。これ量的にはどうなんだろう。麺が書いてない、麺の量は、あ、ここに書いてあるのかな。こっちが麺が、74g で、こっちが108g。違う、108じゃん、麺あ、間違えてるかも。麺だけか。麺だけだと74で、で、こっちが麺だけだと86で、そんな変わりないな。見た目的にさ、こっちちっちゃいなと思ったけど、そんな変わりなかったです。変わりないな。まあ、でもこっちの方が大きいな。でも値段どうだったかな、そんな、なんか、同じだったよな。どうだったかな。まあ、でも100円台なので、そんなに。変わらないと思います。いやー、まあ、夢だったんですよね、これ、この3つ食べてみるって。なかなかこれないと思いますよ、一人暮らしならではだと思います。はい、皆さんもこれやってみてください。あ、次の動画ではね、あのたぬきそば、明日食べようかと思ってます。皆様、良いお年を、いい夢見てください。ではバイバイ。